おお、いいんですか。おはようございます。ペロペロチャンネルにゃんことキッチューブです。キッチューブです。どうもお疲れ様です。あともう一人いる、変なやつ、派手な人ね。そう、もう一人呼びねえよ、ほらミキティー、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 メンバーすごくない？なんか異色だよね。異色のメンバーだね。揃わない感じがするよ ね。どこ行くの？タイ。タイ、タイに行きたい。タイ、うーわ、寒っ。タイのどこ？バンコクとパタヤ。あ、いいですね。何しに行くのね。踊り。でもあれじゃん、パタヤでちゃんとやることある。ハーレーダビッドスニーク。そうそう。ちょ、手続き始まってんよね。早くしないよ。じゃあ、ね、じゃあとりあえずほらレッツゴーやった方がいい。それじゃあタイにレッツゴー。ペロペロチャンネル。座った。そういうことじゃない。飛び飛びますね。飛びますね。すごい、でも外土砂降りだよ。そうなんだよ。しかも今タイは雨季なんだって。雨季雨季だから結局うちらが行く日って全部雨なんだよね。残念。うん、ちょっと悲しいけど、まあしょうがないね。まあどっちにしろスパールとかはあるところだし、まあまあまあなんかないかっていうことでね。楽しみましょう。そうだね。何時間乗るんだっけ。6時間。いつかたどり着くだろう。ハクリンは本買ったんだけど、ニャンちゃん本買えなくて。寝るだろ。寝るか瞑想を見つける。まずタイのことを考える。ここが。発売、イエーイ。あとサーディカとポプンカ言ってよ。ポプンカ。ポプンカ。サーディカ。サーディカ。ちょっとできました。しかし暑いね。暑い、すごいね。なんか湿度高いね。湿度 100% って感じだね。ムンムンしてる。これからミキティのいとこちゃんが迎えに来てくれます。安心だね。よいしょ。はい、行ってみましょう。パタヤのなんかちょっとホテルの中がこれからご飯を食べるそうです、ね、なんかすごいいいホテルだよね。え、すごいね。なんかいい匂いがするのね。伝わる。いい匂いがする。確かにいい匂いがする。おい、プールがあります。そうでしょ？え、すごいいいとこじゃない？ビーチ。これです、ビーチ。すごくない？すごい素敵だね。ヤシの木みたいなの超いいよね。素敵なところですね。超綺麗だね。これからみんなビール飲むんだね。ねー、ほら来た。タイビールだって。タイビール、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 食べれた。飲みやすい。苦味が少ないね。そうね、日本の。今日はね、お世話になっちゃったね。ビッティング親戚のおめでとう。はい、料理が来たようですね。めっちゃ美味しそう。エビいいな。エビ、エビみそ。わー、すごい。なんだっけ、トルティーヤ。トルティーヤチップさん。やっぱ美味しい。はい、ってことでタイの有名な TikToker さんのソンちゃん。イエーイ。ありかかわいいね。めっちゃかわいいね。スタイル超いいね。172センチだった。タトゥーがもうすごいからね。タトゥーも超ビューティフォー。ビューティフォー。すごい。すごいね。すごい。ね。セクシーだ。セクシー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 。みんなフォローしてください。フォローしてあげてください。スティーブ。キッシュ。じゃあ。あーだって、あーだって。Face to face now. Now. No. 行きますか。行きますか。トゥクトゥクね。トゥクトゥクに。私運転したことあるけど、トゥクトゥクの運転めっちゃむずいよ。マジ。トゥトゥン乗りますよ。トゥトゥン乗ろう。チュッチマンベイビー K さんが来るわけではない。あ、それは違うね。チュッチマンベイビー K さんか、ハガケンジさんじゃない。大丈夫。違うね。ハガケンジさんもトゥクトゥク持ってるから。そうだ。はい、持ってますね。トゥクトゥク持ってますよ。はい。はい。はい。トゥトゥ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 。わあ、すごい、トゥクトゥク。すごいな。あ、みんな乗ってって。
いくよ。はい、チーズ。いいね。やばいね。はい、ちょっと暗いね。じゃあちょっと明かりつけます。明かりください。照明係さん。はい、照明入ります。照明入りました。もうなんてもう。やばいねこれ。美人なんて言うんだっけ美人。ソワイ。ソワイ。まあ メモに入れとく。メモいつでも使えます。もうソワイマー。アタヤの一番の繁華街。はい、おはよう。おはよう。2日目の朝です。タイ2日目。今日はどん。パタヤのハーレー・ダビッドソンで撮影です。この様子はね、キッシュ部さんの方で詳しくはやるんで。おはようございます。二日酔いです、絶賛。ただのバカだからね、こいつ。サディカー。はい、ちょっと撮影が一段落した感じで、はい、プレゼントもらっちゃったしね。もらっちゃったステッカーとピンバッジいただきました、ね、ありがとうございます。オープンカーこれね。オープンカー次はね、外に、うん、走りに行く感じだね。大丈夫か。結構タイの交通事情走り方が割となんかあれだよね、アクティブしてる。ということで、ペロペロはこのロードグライド、ストリートグライド、ストグラちゃん、このブルーグレーのストグラちゃんに乗って撮影班として頑張りたいと思います。この4台がね、そう、貸していただけることになります。 ST と ST、 これはローキンかな。ローキン、ストグラとロードグライド。ロードグライド、みんな全部大きいのばっかりだね。ね、すごいね。いいね。じゃあ後でね、走ってみようかと思います。ね、本当に運転運転本当に運転が、マジで道路事情怖いよね。一応左側通行で、車も右ハンドルが多いんだけど、信号がないからみんな曲がりたい時に曲がるんだよね。なんかそうなんだよね、それが怖い。こっちからも来るし、こっちからも来るし、こっちからも来るしみたいな、四方八方から来るのをタイミングを自分で見極めていくっていう、ハードじゃない。だいぶハードだよ。ハードだよね。でも絶対に事故が起きてないじゃん。ねえ。みんなそれでやってるから、なんかうまく波に乗って曲がるみたいな感じなのかな。ドキドキするね、ちょっとね。行ってみましょう。走ってきましたね。走ってきたね。どこだここは。なんで？あそこのさ。なんかあの山に大仏が描いてあるところがよく見える、なんか展望台みたいなのがあるところにやってきました。うん、はい、うん。なかなかパタヤの街並み良かったですね。ね。ここも景色がいいとこだし。ね。ね。なんか美味しそうなものもいっぱいあるし。お腹すいたね。怖え。ミキティ恐怖の運転だったよね。恐怖の運転ですよ。ちょっと急に穴ぼことかあるから。確かに。いや待っての。はい、お昼ご飯来ました。イエー、超キャッチー。グリーンカレー。グリーンカレー。これがなんだっけ？トムヤム。からいろんなものがね。生ソーセージだったからね。食べてみよう。うん。どう？あ。中華みたい。中華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 の味付け。中華。なんかあの五目
あんかけそばみたいな味がする、はいはいはい、レインフォレストカフェってめちゃくちゃうまいっす。いや辛いけど濃いがいうまい。でもこっちの生姜、うん、まあ、超竹みてえの硬いんだよ。硬いね、はい、繊維がすごいね。やばいっす。うまっ。じゃあいただきます。はい、ということで念願かなってタイガーパークやってきました。残り30分です。もうやばい。タイガーパーク、そう、トラと触れ合えたりとか、トラと写真撮れるんだって。果たしてこんなギリギリで入って撮れるんでしょうか。大丈夫でしょう、ほら、タイガーパーク行ってみよう。いやー、どうでした、トラ。最高です。最高ですか。どうしようっていうぐらい最高でした。どうしようですか。本当に可愛かったし、ずっと会いたかったし、触りたかったから、もうマジで嬉しい。トラ大好き。あそこでさ、笑ってんだよ。なんで笑ってんの。本当にもう、なんか一生の思い出になるよ、これは。すごい。なんかずっとニヤニヤしちゃう。嬉しい、本当に嬉しい。トラさん、本当に可愛かった。本当に大好きな動物だから。俺もトラ年だけどね。そう、だから好きなんだもんな。はーい。白お土産屋さんなんで、2日目の夜。待って、はい、2日目の夜です。2日目の夜、もうすでに死にそうになってるんだけど。すごい状況ですね。うちの真ん中っすよ。うちの真ん中に止まってるんだけど、怖いよ。いつ行くの？いつ行くの？今でしょ。今でしょ。今じゃないよね、絶対今じゃない。今じゃないよね、これ待ってりゃいいよね。止まるんだ。すごいね、信号のないシステムって結構命がけだよね。はい、2日目。はい、今からですね、食べ歩きツアーに、はい、しんちゃいちゃんがなんかいろいろ紹介してくれる。ピットクラブね、はい、美味しいところはなんかいっぱい知ってるらしいので、ちょっといろいろ紹介してもらおうかな、はい、やっぱ地元の人にしかわからない、ね、地元の飯が食いたいじゃないですか。地元のコアなご飯をちょっといろいろちょこちょこ紹介してもらおうかな。行ってみましょう。はい、お願いします。屋台ですよ。屋台つって怖いよね。はい、ほら、マリバナよ。マリバナがめっちゃ売ってるよ。ディープな街だよ ね。今日もすでにお腹を壊してる。私はもうなんか明日も壊すのかと思って。何食べ行くんだろうね。行ってみよう。嫁なドリアンあったね。ドリアンありました。ドリアン、私初ドリアンかもしれない。さあ、初ドリアン。お前は食わねえ。いろんな食べ物があるね。どっちがいいって、どれがいいって。のっけるだけでしょ。行きますか。いいね、この感じ。熱を逃がすためのあの空間なんで。多分ね、濡れちゃうんだよね。え、なんですか。え、濡れちゃう。何言ってんだ、この二人。宝くじか。なんだ、あそこのラーメンもうまいんだ。なんだ、そこは行こったよ。後で行こうよ。詰め。どんどん買っとこう。アイス？ココナッツアイス。なるほどね。これインスタ映えのやつだ。お食べ。どう？アロエマ。うま。アロエマ。アロエマ。アロエマ。
バックしてちょっと食べましょう。ちょっと買ってみようよ。買うの？それ？これはこれは？You only know. これ何？イナゴだ。イナゴだ。これは？何なんだろう。でもこれちょっと行ってみたいな、それ。ね、うん。ちょっと行ってみようよ。行ったね。行ったね。やべえやつだな。いや結構多くね。多くね。うわあ。じゃあさくりほら持ってきて。あとは座ってね食べるしかない。ね、座って食べよう。この店人気だね。そうですね。買ってます。あ、こっちのこの活気わかりますね。すごい。すごくないですか。待って。今何食ったの？芋虫。もう一回もう一回もう一回もう一個もう一個。もう一個フード。エビみたい。なんか何も入ってない。エビエビ。すごいね。栄養たっぷりだ。イナゴ買ったものが。はい。陳列されました。並べてます今。虫をちょっとここに広げてほしい。これさ間近で見るとやばいねこれ。タイクレープ食べたい。はい。タイクレープ。虫ではないんですね。絶対虫とか食べないわ。いただきます。何飲む？コーラ？コーラ。ああスプライト。うん。うまい？あうまい。あれうまい。あれうまい。あれうまい。ドリアンどう？うん、柔らかい。うん、わ、うまい。うまい。どんなの食感は？パン？パンみたいな感じ？うん、すっごいトロトロトロしてる。トロトロ？うん、やっぱりでもね、匂いはちょっと気にはなる。こうやって果物の王様なの？王様。なんで？そのままかじるだけ。種よけて食べてる。感想をどうぞ。なんかガスみたいな。どういう例え？わかるよわかるよ。なんかわかるよ。ガスみたいな。ヒンヒン。本当？うん。うまい。うまい。全然平気。あの臭みが消える。全然平気。これは本当に。めちゃくちゃ栄養素満点なんだろうね。栄養感じる味だよね。Nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act for execution, what's the plan with zero? はい、おはようございます。おはようございます。最終日だ。そう、最終日。ね、ディスク。そうです。昨日はディープな夜を過ごしました。いや、本当でしたね。楽しかったですね、本当に。野菜飯いっぱい食べたし。とんでもなかった。虫食った虫。最終的に俺食いすぎてゲロ吐きました。二人の目の前で。とりあえずなんか今日お腹も壊してないし、うん、調子はいいよ。めっちゃ調子いい。まあ贅沢じゃないですか、晴れ乗らしてもらって夜は。いや本当ですね。しかもなんか地元の人が知ってる、全部あそこは値段が安くて全て美味しいんだっつって。そうだよね。やっぱね、地元の人に行くのが一番みたいな、付き添ってもらってさ、行くのはやっぱ最高だよね。この前テレビでもやってましたけど、ラーメンに砂糖を入れるっていうね。ね、びっくりした。ガバガバ入れてる。だって最初から結構甘いのにさ。そう、かなり甘い。あとピーナッツ入れるの結構衝撃的だったよね。ピーナッツ美味しかった。でも美味しかった。美味しかった、美味しかった、美味しかった。これからどこ行くんでしたっけ？どっかショッピングモール、なんかバンコクの。バンコクにまず行くから、はい。じゃあとりあえずバンコクへレッツゴーお願いします。バンコクへレッツゴー。ジャプシュ。ゆるいなおい。バンコクへレッツゴー。はい、無事タクシー乗れたようで。おはよう、ニッキー。おはよう。すごい豪邸だね、これ。ねえ。フライアンスかね。
来て早速バイクに乗るっていうね。ミキ BM 乗りになってる。昨日から散々言われる。怖いからよ。BM。足ツンツンやん。オッケー。どこ行ったの？ね。岸君見つけておいで。走ってちゃった。走ってちゃった。みんな走ってちゃった。どっか行っちゃったよ。帰ってきた。すれ違ったよ。現地民っぽい。帰りこれがスポークがすごいしっかりしてるから、曲がる時とかすごいしっかりしてる。サンダルで乗っちゃうんだ。すごいな。ロアースタイルなんだね。あれで行っちゃうんだ。ちゃんと波状路な感じでやるんだね。波状路だよね、完全にね。金教えた通りだわ。教えた通り。ちゃんとやってる。わーおー、イエーイ。イエーイ、いいね。いいじゃない。いいじゃん、これ。なかなかいいよ。ほんと。Try.Thank you.下に降りて、でクラッチ握りながら下。オッケー。超怖え。あ、そうだ。帽子拾ってもらって。帽子を飛ばしてきた。あそこに落ちてる。やべやべ。あれですか？取ってくる。取ってくるよ。あ、マジバイクで？ありがとう。帽子回収。ありがとう。え、帽子は？ポッケないからね。はい、ポッケが。待て。で、で、でね。よし、じゃあやっちゃうぞ。ペロペロチャンネル。もうバンコクの？で、これからマーケット行くのかな？マーケットね。はい、ちょっと、いいか。ハロハロハ。Welcome to Central. Here we go to Platinum Shopping Center. Yeah, ショッピングセンターに行く。Platinum Shopping Center. Yeah. 安いよ。ばっかり売ってるらしいです。ここは安いよ。いっぱい。言い方考える。いや、それが欲しかったんで、目的だった。それだってよ。何を欲しかったんだろうって。え、だってあれでしょ、ドルチャンとかパーランとかそういうのとか500円とかそんな感じでしょ。偽物かよ。パチモンって、あれ絶対パチモンって俺がパチモンつけても、俺がパチモンつけてもパチモンって言う。言わなきゃ分かんない。スみたいなね。内緒にしろよ。はいはい、はい、コスメ選んでますね。はい、リップをね、ちょっと買ってみようと。どう？キラキラなんだろ。リッパーはリッパービタミン C。 買いました、リップ買いましたね。よかった、はい、とりあえずタイコスメゲットです。このね、中はね、うん、上野のアメ横みたいな感じでね、みたいな感じだね、確かに。お店が超並んどる。本当に今、ちなみにまだ上野あるからね。
見切れないぐらいさ、うん、すげえんだこれ。すごいすごい、本当にアパレルばっかり。安いよね。安い。これだって85万円だから、だいたい300円ちょっとぐらいか。へえ。このコンパルそうだ。ああ、こうそうだね。ちょっと見てみる。うん、どうぞ。何か。あれ、向こういくらだっけ。そうと、あれ、ちょっと150ぐらいだった気がする。7つ買うと8つじゃなかった。8つ1200か。あ、じゃあ向こうの方が安い。向こう120バーツだった、ね、そうだよね、うん、あ、そこ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 、そうだ。はい、さらにね、上があるというこの広さに。まだその上もある。何階建てこれ。わー、やばいよこれ。すごいね、見るとこたくさんあるよ。まだ隣のもあるよ。でもあそこまで行ったら近いね。とりあえずこのビルで飲んでかしら。あれはエントリー、あ、食べ物屋さんじゃない、あっち。とりあえずこっちで買い物をしよう。何も買えてないよ。買えてないけど、やばい、買えましたね。買ったね。タイパンツ、タイパンツ、みんなのお土産ね。そう、いつも仲良くしてくれるみんなにお土産です。ね、みんなで履こうぜみんなで履いてバイク乗れと。10枚。はい、10枚。いくらでしょ。1350バーツにちょっと負けてくれて、はい、はい、お買い物する。だいぶ負けてくれたよ。1枚150バーツだったの。大事に持って帰り。はい、始まりました。はい、ペロペロチャンネル。はい、お疲れ様でした。どうでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。楽しかったですね。何食べても美味しかったし。いや、充実しすぎでしょ。だったら初日さ、いきなり着いてハレダビットさん挨拶しに行きました。で、その夜はパタヤで有名なストリートが行ったじゃん。行きましたね、クラブとかで。そうそう、あとで、2日目はもうハレダビットさん行って。バイク乗って。で、そう、バイクね、聞いたんだけど、異例らしい。バイク貸さないんだ。ミキティのハトコのピンが、もう、交渉してくれて、日本からこういう奴ら来るぞ。で、そしたらね、OK って言ってくれて、はい、4台貸してくれたんだよ。すごいよね、新車だよね。そのうち、多分4台全部新車。いや、これ視聴者さんもどうだったんだろう。なんかコメントいただきたくないですか。はい、ぺろぺろチャンネルさんにコメントください。ぜひください。どうだったかね、うん、はい、次なんかどういう旅行ってもらいたいとか、ちょっとなんか言ってもらったらいいんじゃないの、コメント。あ、どこどこ行ってもらいたいとか、ね、そうそう、どこどこ行ってもらいたいとかっていうのを一応リクエストでもらったらいいんじゃないですか。はい、だ、今回の旅の動画が良かったら必ずいいねボタンと、はい、チャンネル登録はもちろんしてくださいね。よろしくお願いします。はい、いやいや、本当最高の旅でした。ありがとうございました。俺が締めるな最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、また次回も見てくださいね。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。サディカー。サディカー。せーの、にゃんにゃん